皆さん、ライフハウスのオンラインサービス、この3時の礼拝にようこそ。今日もみんなで一緒に神様の言葉分かち合っていきたいと思います。自分の名前は堀内柴って言います。今日初めて見る人、よろしくお願いします。今日はですね、みんなと一緒にこのヨシュアのストーリーについてをシェアして、そして神様からの素晴らしい励ましを受け取っていきたいと思います。今日のメッセージのタイトル、これです。一体どうしたらいいんだ。でこんな風に俺今言ってるけれども、でも本当に一体どうしたらいいんだっていう状況で、今ちょっと面白く言ったかもしれない、でもガチで一体どうしたらいいんだって、自分でどうしたらいいのかわからない、でもその困難に直面した、予想してなかった状況に自分が置かれてしまった、解決方法がわからない、どうしたらいいんだろう、ね、本当に心から溢れ出る叫びで一体どうしたらいいんだ、でそういうふうに思ったこと、あるいは思っている、今まさにその状況を通っている人ももしかしたらいるかもしれない。今日は神様がその状況の中で俺たちにどういうふうにその状況を超えていったらいいのか、でそういうことをみんなに話していきたいです。今日みんなに分かち合いたいストーリーというのは、旧約聖書のヨシュアのストーリーです。ヨシュア大好きです。ヨシュア好きな人、はい、あ、いいですね。今手を挙げてくれたあなた、最高です。じゃあこのヨシュアのストーリー、どの部分を自分が話していくのか。ヨシュアがある時、このイスラエルの人々を率いて約束の地へ向かっていたんです。その時にある町、エリコという町にヨシュアはたどり着きました。そしてエリコの町には大きな大きな壁があって、ね、本当にエリコの町というのはもう大きな、本当にまさにその関門、難攻不落の要塞のような町だったんです。でもヨシュア率いるそのイスラエルの民はこの町を勝ち取りに行かなきゃいけない。でも大きな壁がそびえ立っている、門は閉ざされている、高い壁がある、どうやって越えたらいいのかわからない、一体どうしたらいいんだ、まさにそんな状況の中にヨシュアたちは置かれていたんです。でもこのストーリーすごいんです、ね、このストーリーをみんなで一緒に分かち合っていくにあたって、一つ目のポイントを話していきたいです。それはそのヨシュアが取った選択というもの、それが自分たちの人生にも適用できるということ。自分たちが一体どうしたらいいんだ、ね、本当に頭を抱えるような状況で、その時に俺たちが正しい選択をするということ、難しい状況で何を選ぶべきなのか、それがすごく大切なポイントです。ヨシュアの 6-2-5 を読んでいきたいと思います。ところが主はヨシュアにこう告げた、ね、壁が目の前にあってエリコの門が閉まっている状況の中でヨシュアがうーんってなってた時に、神様がヨシュアにこう告げたんです。あなたはもう勝ったも同然だ、町も人も皆あなたたちのものだ、6日の間全軍を率いて日に一度町の周囲を回りなさい。その後ラッパを手にした7人の祭司と契約の箱がそこに続き、そして7日目には、6日間それをやった後、7日目には7回エリコの町の周りを回りなさい。そして祭司がラッパを吹き鳴らす。祭司がラッパをひときわ高く長く吹き鳴らしたら、全員大声で時の声を上げるんだ。うわーっていう声を上げろ。すると町の城壁は崩れ落ちるだろう。その時四方八方から町に攻め込むんだ。ってヨシュアが壁の前で、門の前でうーんってなってた時、一体どうしたらいいんだろう、そういう風になってた時に、神様はヨシュアにそういう風に語ったんです。ここでみんなに気づいてほしいポイント、それは自分の目の前に壁がある、どうしたらいいかわからない、難しい、一体どうしたらいいんだろう、まず神様の声を選択するっていうことをやってみてほしい。状況がわからない、ね、自分がどうしたらいいかわからない、そういう時自分がどんどん一人に感じる状況があるかもしれない、孤独になるかもしれない、でもそんな時だからこそ
自分自身の殻にこもるのではなくて、神様の声を聞きに行くっていうことをやってみてほしいんです。どうやって神様の声を聞いたらいいのか、自分たちにはこの素晴らしいツールがあるよね。聖書というものをもう24時間7日間いつでも俺たちは持ち歩いてられる。じゃあ酔ってるでしょ、24時間7日間合ってるよね。こっちからちょっとガヤが今入ってきました。365日って言えばいいじゃん。正解です。365日です。365日神様の言葉と一緒にいれるんです。だからこそだからこそ俺たちは何か問題があった時、あるいは一体どうしたらいいんだ、その時に神様の言葉に行くんです。ジャーナルをしてみるんです。このライフハウスではジャーナルというものをいつも教えてます。1日1分でいいよ、聖書開いてみて神様の言葉受け取ってみて、毎日毎日新しい言葉があなたに用意されてるから聖書開いて読んでみて。自分たちが何か難しい状況にあったり、どうしたらいいのかわからない、ね、その状況の中で自分が孤独を感じてしまっているのであれば、聖書を開くっていうことをしてみてほしい。神様の声を聞くっていうことをしてみてほしい。ヨシュアもこの状況の中で神様の言葉を聞いたんです。神様がヨシュアに語ったんです。神様の声って必ずしもその状況の中で一発バチンと本当にそこで決まるような答えを与えられるようなね、本当にそういうクリアじゃない時もあるかもしれない。現にここでのヨシュアが答えられたこと、ヨシュアに与えられた神様の言葉を見てみてほしい。6日の間全軍を率いて日に一度町の周りを回りなさい。その後ラッパを手にした7人の祭司と契約の箱が続き、7日目には7回回って祭司がラッパを吹き鳴らしなさい。祭司がラッパをひときわ高く長く吹き鳴らしたら全員で大声で時の声を上げなさい。そうすれば町の城壁は崩れ落ちると。あ、なるほどね、その手があったってならないよね。よくわからないかもしれない。神様から俺たちに与えられるその声って時には一発でなるほどっていうふうにはならないかもしれない。でも大切なのは、神様が言ったんだから大丈夫、神様が言ったんだからそれが起きる、神様が約束してるんだから大丈夫なんだという確信を自分の中で持って前に進んでいくこと。6日間、そして7日間ヨシュアは城の周りを、壁の周りを歩き続けたって書いてある。もし彼が途中でやめてしまったら、町の城壁は崩れ落ちなかった。でも訳がわからないけれども、でもそれをやり続けた、実践し続けた、神様の言葉を聞いて日々それを行い続けたからこその結果がここにある。自分たちの人生にもそれを適用してみて、神様から与えられる言葉を聞いて実践していく、ジャーナルして実践していく、日々それをやっていくことが、俺たちがどうしたらいいの、助けてっていう状況の中でできる一つ大切なこと、いい選択の一つだと思う。そしてもう一つ、この教会にはコネクトグループというものがあるよね。このいい友達の声に耳を傾けていく、いい友達からの励まし、いい友達がねできるよ、大丈夫だよって言ってくるその励ましを受け取ってみる。いい友達がそれはちょっと違うんじゃない、ね、こういう風にした方がいいんじゃない、ね、そういうアドバイスをくれるのであればそれを聞いてみるっていうのも大切かもしれない。でも自分自身をいい友達の中に置くっていうこと、コネクトグループだったりドリームチームだったり、あるいは教会そのものがそういう環境だと思う。そういう素晴らしいコミュニティだと思う。ぜひ自分たちの人生の中でどうしたらいいんだろう、助けてっていう状況があった時、神様の声を聞いてみてほしい。そしてそのいい友達、コネクトグループ、ね、友達の声を聞くっていうことをぜひ実践してみてほしい、ね、自分自身のストーリーをちょっと今から話していきたいです、ね、俺自身本当に去年の11月からつい最近に至るまで、ね、本当にいろんな試練だったりいろんな困難というものを通りました、ね、知ってる人もいるかもしれない、ね、11月の半ばに自分はコロナウイルスに感染して、ね、そして体がある日突然だるくなって、ね、そして日曜日の朝自分は発熱があったので病院に行ったんです、ね、自分の子供たち、自分の妻には触れずに病院に行きました。そして病院に行って PCR 検査を受けてコロナに感染しているということがね、そこで伝えられたんです。でもちろん自分自身たくさんね、用心してマスクして手洗っていろんなことしてたけれども、かかってしまった、なんでかわからない。
でもその状況の時、自分はその未知なるウイルスに自分が感染して、明日どうなるかわからない。で、感染からのその回復方法というもの、ね、これがその方法ですよ、これがそのお薬ですよっていうものがわからない状況。で、自分がその入院してコロナの隔離病棟に入った時、自分の心の中にはたくさんの不安がありました。本当に体が震えてどうなるんだろう、ね、俺はどうなるんだろう、ね、本当にそういう不安があった。もしかしたらその不安を抱えている人今いるかもしれない。でもその中で自分が真っ先に取った行動は、自分の iPhone を取って聖書を開くっていうことだったんです。今でも忘れない。自分はその日の夜、不安を持ちながらもイエスがいるから大丈夫、ね、妻に電話して、ね、そして一緒に祈って、そして詩編から読み始めた。で、自分がその詩編から読み始めていく中で、神様が語ってくれたこと、それは大丈夫、私がいる、あなたは安心して横になって、ね、明日また朝を迎えるよ。神様がそれを俺に語ってくれた時、今までに感じたこともない、ね、平安みたいなものが心にあって、自分は大丈夫、ね、本当にその神様の言葉によって自分は強められたように感じたんです、ね、そこから自分は2週間の入院生活を経て、ね、コロナから回復して、ね、そして自分の妻も自分の息子も一緒に家に帰ってきて、ね、今では本当に家族楽しく過ごすことができてる、ね、その時自分のことをケアしてくれた友達、ね、主任牧師、ね、牧師の仲間のみんな、そして何よりも病院の看護師さんたち、ね、全ての人たちに感謝したい、ね、本当にあそこで俺を励ましてくれたこと、ケアしてくれたことをありがとう、ね、でも本当に神様の言葉が自分を内側から強めてくれてたんです。何があっても大丈夫、それが自分の心に確信としてあった。でもそれだけで困難は終わらなかったんです。退院して、ね、そしてクリスマス楽しく家族で過ごした。そして年始、すごいハッピーなことに自分には2人目の息子が生まれました。1月の4日に、ね、2人目のイーライ君が生まれたんです。でもイーライ君はちょっと肺に羊水が溜まってて、水を生まれた時に出すことができなくて、ちょっと NICU に入らなきゃいけなかった。子供用の集中治療室に入らなきゃいけなかった。で、ま、2週間ぐらい入院の期間は続きますって言われて、で毎日毎日だいたい1時間ぐらいの道のりを、ね、ママのミルクを持って自分は車で運転して毎日イーライ君に会いに行ってた。でもその1月4日の日、イーライが生まれて、その状況が伝えられて、自分の中には一体どうしたらいいんだ、イーライが大丈夫だっていうことは確信してた。でも今までに通ったことのない状況、そして通ったことがないからこそどうしたらいいのかわからない、その思いが自分の中にあった。でもその時も自分が何をしたか、聖書を開いたんです。聖書を開いて神様が自分に語ってくれたこと、それはあなたが生まれた時から、あなたが呼吸をした瞬間から私は共にいる。詩編でそういうふうに神様が語ってくれたんです。でそれは自分自身への言葉でもあり、イーライへの言葉でもあると自分は確信してた。イーライが生まれた瞬間から、もちろんその前から神様は彼に計画を用意してたけれども、でも共にいて、そして守ってくれてる。でこの約束を自分は神様から受け取った時に大丈夫だ、ね、妻にも、ね、息子にも、ね、本当にイーライは大丈夫、強い子だ、神様が一緒にいるから大丈夫、その確信を持って自分が進んでいくことができた。何が言いたいか、自分もそういう状況を通ってます。でも何が俺を強めてくれてるのか、それはその状況の中での神様の言葉を選択し続けるっていうことだったんです。自分が難しい状況をずっと通ってきた中で、唯一毎日毎日欠かさずしてきたこと、それはイエスを賛美すること。ヨハネの16-33にこういうふうに書いてあります。あなた方も心配しないで安心していなさい、こんなにも念には念を入れて話したのはそのためなのですから。確かにこの世では苦難と悲しみが山ほどあります。でも元気を出して強くあって、私はすでに世に勝ったのです。俺たちが直面する問題、俺たちが今向き合っているもの、全ての困難難しいもの、それはあるよ。でもイエスは
すでにそれに勝ったって書いてある。イエスが十字架にかかって痛い思いをしてくれた時、イエスのその傷、イエスのそこの全てに俺たちが持ってる問題、俺たちが直面するもの、これからのもの、将来のもの、過去のもの、現在のもの、全てを十字架にかけてイエスキリストは死んでくれた。俺はそれを信じてる。その素晴らしい神様が俺と共にいてくれてることを信じてる。でもその神様はあなたにも一緒にいてくれてるんです。あなたがどんな状況を通ろうとも、イエスはあなたを愛し、あなたに素晴らしい計画を用意し、あなたを強め、あなたを導き、そしてあなたに用意している素晴らしいものへと、こっちだよこっちだよ、もう一歩進んで、6日目でやめないで、7日目に城が崩れるから、7日目に壁が崩れるから、その約束を確信して、イエスはそうやって今日あなたと共に歩んでくれてるんです。励まされない？この力強い神様、イエスキリスト、みんなで拍手してこうよ。最高です。難しい時、一体どうしたらいいんだ、そんな時に神様の声を選択してみてほしい。そして2つ目のポイント、みんなに励ました。それは行動していくということ。難しい状況を打開するにはどんな行動が大事なんだろう。ヨシュアたちは7日目に城の周りを、城壁の周りを7周回って何をしたって書いてあった。時の声を上げたって書いてあったんです。ヨシュアの6の20にこういうふうに書いてある。祭司の吹き鳴らすラッパの音を聞くと、人々はあらん限りの大声を出して一斉に時の声を上げたと。どうでしょう、突然城壁が崩れ落ちたのです。それとばかり四方八方から攻め込み、彼らたちはエリコの町を占領したって書いてある。今日神様があなたに語り、それをあなたが日々行っていく、その時にブレイクスルーがあることを信じてほしい。城壁が崩れ落ちること、どうしたらいいんだ、わからない、答えが欲しい、その状況に答えが与えられる、打開がそこに見出されるということを確信してほしいんです。自分がいつも持っている聖書箇所、自分の本当に人生の中で大切にしているライフバースの一つがあります。カタカナ語ですね。ネヘミヤの8の10にこういうふうに書いてある。ご馳走を食べてお祝いし、貧しい人には施しをするのだ。ここからが自分の大好きなところ。神である主を喜ぶことこそあなた方の、私たちの力なのだ。しょんぼりと悲しそうにしてはいけない。神様を喜ぶこと、神様を賛美すること、神様を讃えることこそが俺たちの力になるって書いてある。今日今からみんなで一緒にイエスを賛美していきたい。イエスをみんなで一緒に讃えていきたい。素晴らしい新曲、このライフハウスで最近リリースされたこのレザレクションパワー、復活の力という曲を今からみんなで一緒に歌っていきます。でもこの曲を歌っていくとき、みんな自分の心に素直になってほしい。自分の目の前にある壁だったり試練だったり、乗り越えたい思い、ね、あるいは、ね、本当に自分の中で一体どうしたらいいんだ、そういうふうに思ってる状況の中にいる人もいるかもしれない。でも確信して、俺たちがイエスを喜ぶ時こそ、喜んでダンスして、もううわーって踊る時、踊り歌い狂う時こそブレイクスルーが起きる時だということを確信してほしいんです。今からみんなで一緒に歌っていきましょう。 One powerful king, One touch from your hand, Chains are broken, Dreams awoken, There's nothing you can doOne seed of belief, one desperate heart. Make a way, open heaven, our healer is here. The resurrection power is here, bring dry bones back to life, right here.Right here. Oh death, where is your sting? Not here, not here. Our Jesus conquered all. Our never ending hope.不可能はない。小さくても
る心求める思いが天を開く復活の力ここにある息吹き返す今ここで死を葬られ戻らない打ち方イエス終わらない希望いやみんなで今イエスに大きな拍手してこう。イエスあなたは最高です。イエスありがとう。あなたを賛美するよ。あなたを称えることが俺たちの力になっていく。今目の前にある全ての山があなたの名によって動いていくように、今ここで苦しんでる人、今ここで問題に直面してる人、イエスあなたが力を与えて、ね、このヨシュアが6日間そして7日間、ね、城の門の周りを歩いて崩れた時のように、あなたが今日そのブレイクスルーを起こしていって、教会のみんな、今日がその日になるということ、今週があなたにとってどうしたらいいんだ、その状況に対してイエスからの答えが与えられる、ね、本当にそんな日、そんな週になるということを確信してほしい。イエスはあなたと共にいて、あなたに素晴らしい計画を用意してくれてる。難しい状況の時、孤立しないで。難しい状況の時、忘れないで。イエスがあなたと共にいてくれる。ね、今もうここで賛美してたらさ、息が上がっちゃったよね。ね、もしかしたらね、本当にみんなこの礼拝に参加してる中で一緒に踊ってくれたかもしれない。でも本当にそのイエスを喜ぶことこそ、神様を賛美することこそ、喜び歌うことこそ、俺たちの力なんだよ。忘れないでみんな、賛美してこう。一体どうしたらいいんだ、もうわからない。そんな状況の中で、神様を喜ぶことをチョイスしてみて。神様を賛美することを今日選んでいこう。最後にみんなで一緒にこのメッセージ祈って終わっていきます、ね、この状況の中、ね、難しい状況にいるかもしれない、ね、一体どうしたらいいんだわからない、そんな人がいるかもしれない。でもそんなあなたのために、そして全てのみんなのために今一緒に祈っていきたい、ね、教会みんなで心を一つにして、ね、多くの人のニーズのために今一緒に祈っていこう。やってること一回止めて、ね、もし手を挙げられるんであれば一緒に手を挙げてイエスに祈り、そしてイエスを賛美していこう。神様ありがとう、ね、本当にあなたが俺たち一人一人をいつも見守ってくれてる存在であることに感謝します。あなたが俺たちの目の前にある山を動かしてくれる神様であること、あなたが俺たち一人一人に解決策を与えてくれる、あなたが癒し主であり、あなたが俺たちをいつも守ってくれる存在、盾であり、ね、本当に素晴らしい存在であることをありがとう。ね、今日この瞬間に
あなたの超自然的なことが起きていくように、超自然的な癒しが、解決が、ブレイクスルーがあるように、イエス、あなたの名によって祈ります。みんなで一緒に Amen Amen。 教会みんなで一緒に拍手していこう。最後に、まだこのイエスキリストを知らないあなた、自分自身も10年ちょっと前にこのイエスキリストを自分の人生に迎え入れた、最初は全然わからなかった、どっかの宗教だと思ってた、でも俺自身が信じてるこのイエスキリストは超自然的な神様で、奇跡を起こしてくれる神様で、俺たちの人生に素晴らしいものを用意してくれてる、俺たち一人一人を愛してくれてる存在なんです。今日もしあなたがこのイエスを知ってみたいと思ったのであれば、今から3つ数えて、今と言った時に自分の心の中で信じるって言ってみてほしい。イエスはあなたを愛してるよ。あなたに素晴らしいものを用意してる。だから今心を開いてみて、今があなたにとっての大切な時間です。あるいは今までイエスと関係を持ったけれども離れてしまって、今日戻ってきたいと思った人も、この時に一緒に祈ってみよう。じゃあ今から3つ数えるよ。3、イエスあなたのことめちゃくちゃ愛してる。2、今心を開いてみて。1、今イエスを知ってみたいと思ったのであれば、心の中で応答してみて。ありがとう。今たくさんの人たちが、ね、これを信じてる、イエスを信じてくれてるということを確信してる。みんなで今一緒にお祝いしていこう。イエス、ありがとう、感謝します、ね、本当に今その決断をした一人一人のために祈っていきます。イエスキリスト、ありがとう。あなたがここにいる、決断したすべての人たち、ね、本当にすべての過去の過ち、現在そして将来のものをあなたが許してくれていること、そして今日この瞬間からあなたとの関係を始めていけることに感謝します。いつも守って、いつも導いて、ね、彼らに素晴らしい人生を与えて、イエス、あなたの素晴らしい名によって祈ります。みんなで一緒に Amen Amen。 今日のメッセージはここまでです。でも忘れないで、イエスを賛美すること、それがあなたの力になるよ。最高の1週間を。